ここでの目的は果たした。もう俺たちはこの場所にいようあれ。今から伝えるのは最後の船長命令だ。よく聞け、白ひげ海賊団。最後ってちょっと待てよ親父、縁起でもねえ。一緒に新世界へ帰るんだろ親父。お前らと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。ほら、時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。行け野郎ども。やだ親父。船長命令だ、行くんだよ。ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ海軍。おやじ。エース行こう、おっさんの覚悟が。わかってる、無駄にはしねえ。白ひげを討ち取れ。一つ聞かせろエース。俺が親父でよかったか。もちろんだ。ララララララ。なんという失態だ。奴らを逃がしてはならんぞ。エースさん、ルフィ君、船へ走れ。お前さんたちは狙われとる。おっと、簡単には逃がさねえ。塞いじまうのが早いか。森の壁か。よし、ぶっ壊す。逃がさねえと言ったはずだ。親父を置いていくなんて嫌だ。急げ、親父の言う通りにするんだよ。ゴムゴムの、おっと、エ
ってくれる。助かったと思ったか。ここがお前たちの処刑場だ。強くなってなる。いつかエースも超えてみせるさ。じゃあまだ今は触れない。エースが解放されりゃあとは海軍を食い止めるだけだ。全員で生きて帰れよい。避けただろ。白ひげ、まだこんな力を。やつは本気でこのマリンポードを海に沈めるつもりだ。俺の命と一緒にな。おっと、危ないじゃないの。まだ諦めねえぞ。エースを解放して即退散とは、だ腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊だ。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース、取り消せよ今の言葉。じゃ通らねえな。お前も燃えるんだ。お互い様だろ。こいつは大事をバカにしようと。王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父さんの願いじゃ。エースと弟の逃げ
作れ。くれたんだ。どれ、お前に親父の偉大さの何が分かる。それは人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火。私は火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。まだ息はありそうじゃの。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん、危ない。ごめんな、ルフィ。エース、急いで手当て。ちゃんと助けてもらえなくてよ、すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ、エースを助けてくれ。無駄だ、自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから聞けよ、ルフィ。何言ってんだ、エース、死ぬのか。約束したじゃねえかよ、お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。
俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものは、どうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉を、お前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。愛してくれてありがとう。3分やろう。の弟を連れてけよい。全部そいつの命は俺たちが守る。分かった。ルフィ君、気をしっかり持て。おい、あそこにいるの誰だ。ずはははは、久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ親父。海賊団？てめえだけは息子とは呼べねえな、ティーチ。俺の船のたった一つの鉄のルールを破り、お前は仲間を殺した。このバカの命を取って俺がけじめをつける。望むところだ。やってみやがれ。次から次へと。じゃがルフィ君を巻き込むわけにはいかん。麦わら屋をこっちへ預けろ。お前さん、何者じゃ。麦わら屋とは、いずれは敵だが悪縁も縁。こんなところで死なれてもつまらない。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。俺は医者だ。
まだルフィ君の意識が戻らん。担いでそっちへ連れて行く。すぐに手当てが必要じゃ。それでいい。任せておけ。こっちだ。どうにか早く麦わらを運んでこい。さあ、なんで俺が麦わらを運ぶ羽目になってんだ。スマン、赤鼻の周りの敵をどうにかして進むんだ。レザードスパーダ、に来たんだぜ。俺も行くぜ。よし、道が開けた。今のうちに進もう。どこの馬の骨だか知らねえが、あいつのどこまで逃がしゃいいんだよな。レザードスパーダ、レザードスパーダ。いや、あっちの道から。で、おい、キザルがいるじゃねえか。じゃが、もう一つの道はかなり遠回り。どちらから進むべきか。レザードスパーダ。こちらから進むぞ。よし、そっちへ。こっちには大将なんていねえだろうな。剣のサビにならえ。潰しておくか。これを誰だと思う。キス、あいつのところへは行かせねえよい。
憧れてた。おい、処刑されゆく部下一人救えねえほどにな。わしも軽率、お前の弱点は。ここで敵を抑えしゃべる。麦わら防衛のことは頼んだわよ。くれるじゃないの。デザートベルト。君たち誰一人として逃がさないよ。てめえの思い通りにはさせねえよ。これで逃げられたらしょうがないね。
あと少しじゃというに。